おー、まだおちゃんです。この軽快なリズムの曲はなんだって思ってませんか？てか皆さんこの人知ってます？松平健って松健って呼ばれてるけど、なんかね、当時ねすごい硬い人だと思ってたらね、急にサンバ踊り出したからね、あ、そういう人なんだなって覚えてたけど、いやー久々に見た聞いた松健サンバで、今回ねこのね、ケンさんとお家で有馬っていう乙女ゲームやっていこうかなって。ケンさんとねお家でいかにクイズに正解してお家で過ごせるかっていうゲームなんだけど、間違えたらケンさんがサンバを踊り出すのね。そしたらゲームオーバーどんなゲームよと思うね思うよねじゃあやっていくね、とりあえず。急に来るじゃん。え、何これ、上にケンさんサンバゲージってある。多分これがいっぱいになったら踊り出すんだろうね、サンバを一緒に踊らされるんかな。でもこの吹き出しもなんかすごいな、松平公って感じで、なんか金のセンス度が、金の吹き出し。今日はあなたの家に松平健さんがやってきて、一緒に有馬記念を観戦することに。有馬って有馬記念のことだよね。いつも年末にあるよね。あんま詳しくないけど。噂によると、ケンさんは気分が高揚してしまうと、眠りさえ忘れて、松ケンサンバを踊り明かしてしまうらしい。踊り出したら最後、ケンさんと有馬記念は観戦できないだろう。え、そうなん？そんな、アホみたいに踊り狂ってしまうん、ケンさん。それは阻止せんとな。あなたは無事にケンさんと有馬記念を観戦できるのか。早速ケンさんがいらっしゃったようです。それでは頑張ってください。ピンポーンってケンさんが来たんか。お招きいただきありがとう。え、しかも、フルボイス？え、違うか、びっくりした。喋るんだけど、ちゃんと。音声入ってる。これはちょっともうちょっと音量上げとこうか。オッケー。素敵なご自宅へお招きいただきありがとう。お家で有馬記念観戦楽しみだよ。君のことをもっと知って仲を深めた上で有馬記念を観戦したらもっと盛り上がると思うんだ。口説き落とせるかな、ケンさん。今から君にいくつか質問をしていいかい？全部答えてくれたら素敵なご褒美をあげるよ。え、なんだろうな。なんかすごい豪華なものくれそうやな。クリアしたい。あ、もう一回始まった。君がもし松ケンサンバを替え歌したら、松ケンサンバの部分はどんな歌詞にする？え、待て。その顔やめて。うるさい。顔がうるさい。もう踊ってるや。待って、右、待って。上のサンバゲージが、あ、やばい。さあ、ご一緒に。もうダメだ。踊り出してしまった。また遊んでくれるよね。ゲームオーバーって書いてるけど、なんかすごいゲームオーバー感ないんだけど、むしろもうクリア私としてはもうクリアの感じなんだけど、これは迷うのもまた人生、そんな時は僕と踊ろう。さあご一緒に、デーデーデンオーレーオーレー、リトライですね。はい、制限時間あるのさ、ちょっとえげつなくない？じっくり悩みたいやん。乙女ゲームでもまだ制限時間ないで。え、待って、質問違うやん、さっきと。君はどんな競走馬を応援したいんだい？え、待って、ずっと応援している馬、バタの綺麗な馬、人気のある馬、一番速く走る馬。え、何、どれ、ずっと応援している馬。これする。どう？さ、ご一緒に。さ、ご一緒に。何回ご一緒させられるん、それ。いや、また遊んでくれるよね。もう遊びたくない。一途に応援するって気持ちは素晴らしいよな、その情熱。ダンスで表現しないか、さあご一緒に何選んでも踊らされるんだけど、ご一緒に。おかしいな、ちょっと攻略できないぞ。一番難しい裏キャラかもしれない、ケンさん。え、馬の感情は耳に現れるぞ。どんな馬が気になる？え、わからん。私馬とか全然わからんもん。耳を横にダランとさせている、後ろに伏せた、左右別々に動かす、耳を一定方向にピンと立てている前路、これや。さあご一緒にもう何回歌らされんの。いや、もうこの曲は本当、今度カラオケで歌うで歌ってやろうか。歌ってみたするか、この曲の松ケンサンバ歌ってみた。またおチャンネル。質問がさ変わんのよ。ほら、また機敏が競走馬に乗るならどの毛色の馬に乗りたい？栗毛、カディ、足毛、白毛。え、これは多分この松ケンの飼ってる馬の色の名前を言えばいいんだと思うけど、全然足毛で
教えて合ってる。艶やかなグレーの毛並みがキラキラとかっこいいよな。マツケンが多分有馬記念に馬を多分はね出すんだよね、多分ね。すごいよな、馬飼ってるってなかなかの富豪やと思う。今日のために有馬記念の掛け軸書いてきたんだよ、飾っていい？え、いいよ、はい、何どうぞ。はい、どうぞ、ありがとう。え、もらった。有馬記念って書いてる掛け軸、おお飾った、いいね。なんかアイテムもらえるとちょっと嬉しいよね。来た、第2問来るぞ。明日になんか1って書いてる。あと2、3、4、5問、5問連続正解で松健、松平健さんと一緒に過ごせる。はい、もう一つ聞いてもいいかな、どうぞ。君がもし松健サンバ替え歌したら、あ、これなんかやったぞさっき。どんな歌詞にする？マツケンアリマ、ちょんまげサンダー、おうちでアリマ、千葉県サンバ。これあれでしょ？マツケンアリマっていう。え、違うの？これじゃないの？え、違うの？なんでこれだと思ったのに。君は競走馬のどんな姿が好きなんだい？どんな、多分、ケンさんが思ってるやつと同じことを答えないとダメだと思うのよ。ラストスパートの追い比べか？違うんだ。あ、難しい。ご一緒に。お招きいただきありがとう。何回来んの家に。つい何？あ、これは馬の色は足毛な。足毛だったらぜ。ああ。この人の馬の色が足毛なんやな。多分。掛け軸もらった、はい。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。緊張の第2問。こい、馬の感情は耳に現れる。あ、これさっきやったな。ピンと立てているは間違ってたから、耳を後ろに伏せた馬でいいってこと？これでいい？もう分かんないからさ、馬のことは。はい、間違いでした。ご一緒に。ちょっと踊ってくるわ。これ初めての質問。君はインターネットで馬券が買える即 PAT をどんな時に使いたい？それはもう踊りながらでしょう、ケンさん。いや、違うな。くつろぎながらやな。くつろぎながら。これでやろう。あ、ぜ、ほら、やっぱり。他はなんかサンバっぽかったから、答えが。くつろぎながらでいいのかい？いや、そりゃそうやろ。くつろぎながら馬券買えたらいいやろ。現地に行かなくてもいいってことやから。もう一つ、なんだ、第2問。君が行ってみたい競馬場はどこだい？これは、有馬記念が行われる場所やから、多分ここなんだ、中山競技場なんだよ。ほら。これは私でも知ってた。有馬記念は中山競技場で開催だ。ますます楽しみじゃないか。いいね。キーマ見るんだから、馬をこうよ。金ピカのやつとか。はい、やばいやん、めっちゃなんか。めっちゃ高そうなやつもらった。飾るん、あそこに飾るんや。待ってる間にもう一つ聞かせておくれ。第3問、初めて来たで、第3問までは。君がもしマツケンサンバを替え歌したら、マツケンサンバの部分はどんな歌詞にする？あー、これさっきやったな、マツケンアリマじゃないんよ。この人の馬の名前何？おうちでアリマ、千葉県サンバ、ちょんまげサンダーでいい？なんか変な名前けど。やあ、ご一緒に。何回来んの？もう降りや。あ、間違えた、間違えた。足毛な。じゃあ来た。はい、どう？第2問。君がお家で競馬観戦するなら何をお供に観戦したい？私は、何をお供に？猫とかあるんだけど。いや、猫もいいけど、私はビールやな。ビールちゃうんか？ピザか？ビールか？いや、ビールちゃうんか。さあ、ご一緒にお招きいただきありがとう。はーい、次は？また新しい質問よ。君はどんな勝負服を着てみたい？記憶に残る勝負服、モード、ハイセンス、カラフル。どんな勝負服？なんな、ケンさんの気持ちにならんといかんやんか。それが難しいのよ。もう絶対違うやん。さあ、一緒に。もうハイセンスな服やろ。記憶に残りたいんやから。何を考えてんのかわからん、このおっさんの。あ、おっさんって言ってしまった。また遊んでくれるよね。勝負服はジョッキーの服が5元だ。あ、そうなの？勝負服はジョッキーの服が5元だ。そして私のこの服も勝負服だ。そんな服でデート来られたらもう控え養老してしまうわ。もう見たことある質問にして。君が競馬予想で大切にするポイントは？競馬やったことないんですよ。どうしたらいい？血統、騎手の腕、過去の成績、フィーリング。何？まあ、血統っていうよね。いろいろサラブレッドとか、家計近づいてくな、近づいてくな。さあ、血統じゃないの？もう、ケンさん。何考えてんの？ほんまに。君がお家以外で競馬中継を見るならどんな状況で見たい？また新しい質問や。波に体を預けながら、灼熱の太陽、芝生に寝転りながら、ボンゴを叩きながら。いや、ボンゴではないだろうけど。何？芝生？
じゃあまた時間切れ。ご一緒に。お招きいただきありがとう。え、なんか適当に押したら行った。あ、ジョッキー。あ、な、多分どうやってバッ、な、馬を選ぶかみたいなやつやわ。ジョッキーやわ。実は私も馬に乗ったことがあってね、今度一緒に乗馬でもしようじゃないか。へえ、そうなんだ。乗ったことあるんだ。すごいね。まあ、将軍様やから乗ったことあるやろ。よし、やっと第二問いけた。君がお家以外で乗競馬中継を見れるのはどんな状況？え、これ難しいのよ。だから波、灼熱、芝生。芝生でいい？あ、芝生なんだ。え、よかった。君は競馬場の芝に寝転んだことがあるか。あ、なるほどね。競馬場に芝があるから芝選べってことね。むず、行ったことも勝ったこともない。私からしたらこれはマジで難しい。競馬見るんだから馬をこうよ。はいはいはい、これをあげよう。ありがとうございます。すごく今すぐにでも売りに行きたい。来た。第3問。君は競走馬のどんな姿が好きなんだい？これわかるで。どれだっけ？ゴール後に、誇らしいに、え、スタートして飛び出す時じゃないの？ほら、やっぱり、勝負が始まるその瞬間が好きなんだね。そんな君にはこのアイテムあげよう。何くれんの？ところで君の部屋、もうちょっとムードとまばゆい輝きが欲しくないか。やばいやばい、はい、将軍あるある、金色に染め上げる説あるよな。いや、ミラーボールとかいらん、邪魔。やばい、サンバ感が出てきた。部屋に改造されてる。いや、初めて第4問まで来たで。君がもしマツケンサンバ買い渡したら、いかあれやく、これはアリマもちょんまでも違うかったんよ。千葉県サンバ、お家で有馬。お家で有馬なん？あ、お家で有馬やってた。あ、すごい。私超ファインプレーじゃない？私も君とお家で有馬をできて嬉しいよ。また遊びに来てもいいかな。いや、もう二度と来なくていいです。マジで。疲れます、ケンさん。趣味が合わなくて。そろそろ有馬記念が始まるし、運気を上げていこうじゃないか。少しだけ間取りを変えさせてもらう。いや、もうリフォームになったんだけど。これをあげよう。金の襖ゲット。やば。いやめっちゃ奥行き出たんやけど、私の部屋そんなポテンシャルあったんやね。やばい、畳も金色やば。将軍の部屋になった。最後に聞いていいかい？ラスト問題来た。これが終わればケンさんと一緒にイチャイチャちょめちょめできる。君が馬に乗って走るならどんなところがいい？はもうちょっと初めてやん。城下町、大草原、ダートの砂丘。一面ダートの砂丘。砂丘やない？だって砂やん。さあ一緒に。最悪。なんで？競馬場ってあれ砂ちゃうの？砂丘ちゃうの？違うの？また遊んでくれるよね。一面ダートの砂丘興味深いな。そこで踊りたくなってしまったよ。砂漠でも踊りたいんやなこの人は。うわ最悪、つら。はい、ダメでした。さあご一緒に。クリアしたいんですけどね。これは芝生やな。第2問、万馬券を当てたらどう使いたい？馬を所有する。 OK、 分かってきた、ケンさんのことが。次は、はいはいはい、これは足毛。何回もやったから覚えたわ、ケンさんのことは。今なら誰よりも詳しい自信がある。第4問、これな、これの答えわからないよ。定方向と後ろは違うのよ。左右別々に動かす馬、これかな。あ、当たった。そうなんだ、分かっているんだ。え、ここは安心させるため踊らず様子を見た方がいい。優しいね。よわからけど当たった。はい、どうぞ。来た、間取りが増えるぞ。来た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 、最終問題来た。ここが正解すればケンさんとイチャイチャちょめちょめお世継ぎ問題も解決できる。はい、最後に聞いて、君が行ってみたい競馬場はどこだ？簡単やね、有馬記念が行われるここです、中山競馬場。あー、やっと攻略できる、ケンさんありがとうございます。これする。さあ、ついに待ちに待った観戦だ。いざスクリーン、カモン、レッツゴー。巨大テレビゲット、欲しい、それは欲しい、私も欲しい。あ、そこに置くんだ、そういう感じ。そう、テレビの後ろの間取りめっちゃ気になる。あ、やばい、変身。おめでとう、いざ。やばい、めっちゃ後ろで女子が踊ってるわ。
いろいろと教えてくれてありがとう。どうやらもう時間のようだね。いざ有馬記念観戦、オレイ。ケンさんと一緒に有馬記念を観戦。こっち、いやーもうリトライは大丈夫です。でもこのマツケン有馬66のオリジナルキーホルダーはちょっと欲しいかも。シェアするか。フォロワーさんがびっくりするかな。人参が踊ってるの笑うんだけど。やっと人参攻略できた。多分今まで遊んできた乙女系とかの攻略対象より難しいかもしれん。今回の天さんは何考えてるのか全然分かんなかったわ。でもまあね、数こなせばね、誰だって攻略できるのよ。そう、下調べが何事も大事。全然馬のこと分かんなかったけど、今回でちょっと詳しくなったね。有馬記念って12月の26日だっけ、分かんないけど、なんか年末あたりだね。私も買ってみるか、3連単買うか、当たったらどうしようなんて夢膨らませながら外れるんだろうけど。ということで今回ケンさんとお家で有馬マツケン有馬66遊んでみました。斬新な乙女ゲーだった。マツケン有馬で調べてみたらすぐ出るんで、皆さんもよかったら遊んでみてください。ケンさんなかなか手強いです。ということでご視聴ありがとうございました。次回の動画も見てください。バイバーイ。オレイ。